ブラボー偵察隊より3と6が位置についた。敵が集まってきてるぞ、キャット。近いわね。コブナントの潜伏先があるはず。必要なら直接行動に出て。了解。キャットの作戦はいつも直接行動だ。ほらよ、高速鉄鋼弾だ。こいつを使えば2キロ離れたエリートの頭だって吹っ飛ばせるぜ。無駄遣いはするなよ。また連絡する。ブラボー偵察官、前方のエリアは電波探知が効かないぞ。コブナントの妨害か。そのようね。司令部から状況を確認せよとの指示。エリーさん、お前に任せる。静かになる。悪くないね。ダウは小さすぎる。妨害エリアはまだ先よ。戦闘が許可されても足は止めないと。もう戦闘中だ。厳しい戦いだったが、さすがスパルタンだね。何をしてるんだ。避難命令が出てるはずだぞ。
自分の家は自分で守りたくてね、こいつを取りに来たんだ。この辺り一帯に隠してある。盗品だって知ってるだろう。だったら拘束するか。いや、返してもらうだけさ。高架堤が燃えてくる。全滅だ。待て、敵の効果でだ。隠れろ。よし、クリアだ。行くぞ。キャット、見えたか。コーブナントの建造物、巨大な鉄塔のようだな。守りは厳重だ。それが電波妨害のもとね。早いとこ片付けちまうか。いいえ、鉄塔にリモート爆弾を設置して司令部に考える。夜明けには黙らせてやる。発電所の南東にゲートがある。了解、セキュリティコードを送るわ。あと数時間で日が昇る。忙しい一日に。